さあ始まりました寿司企画天ぷらです。藤山です。袴です。かき揚げです。忍びです。さあ今回は久しぶりですよ。はい、コメント読み大富豪。ああ、ね、あれですか、誹謗中傷の誹謗中傷褒めたたえる、拾われる、はい、大富豪になれば褒めたたえる、大貧民の人から2個褒めたたえられてるコメントを探し出して2個発表してもらって気持ちよくなれる、富豪になった人は、貧民の人から1つだけいい褒めたたえられているコメントを読んでもらえていい気持ちになれる、反して、大貧民は大富豪から誹謗中傷コメントを、2つ発表させられて辛い思いをする。コメント見てないですからね最近。ああ、いいじゃないですか、はい、ねえ、それぞれまた増えてますから。また言われてるんだってなるの嫌だな。一番真に受ける方ですね。だからもう ないようにしてここで勝つしかないんですよ。代わり貧民も富豪から一つ誹謗中傷コメント拾われ発表させられると、はい、そして普通の人は何も平民です、ね、さあということでやりましょう。はい、一つにしとこうか。はい、あ、なるほど。はい、通常か他に以上か、他には混ざりもはないですかね。じゃあ、うん、じっくり見て、はい、このジョーカー、はい、これジョーカーって言ってもらえますか。ジョーカーだった。え、ジョーカーですか。じゃなかった。クローバーの3です。クローバー弱っ。ルールはだからお伝えしますけど、はい、8カット、11バック、8カット、11バックで、階段は3枚以上。3枚以上。縛りは縛りなし。縛りなし。階段だったら5枚から革命。はい。同じ数字だったら4枚。はい。じゃあジョーカーもありで。イレブンバックって順番が逆になるんですか。違います。11絡みで、だからそのターンだけかあの革命状態になるってだけです。あ、そうなんですね。で、ジョーカー単品に対してスペ3だけは強い。はい。で、ダイヤの3が持ってる人がスタート。上がり方もね、はい、8絡み、はい、11絡み、2絡み、はい、浄化絡みはなしですよ、はい、で、革命じゃ3絡みはなしですよ、はい、あら、ダイヤの3誰ですか。はい、藤山ということは俺一番最後と。藤山さん。お、やべえな、このカードたち。やべえ、ダイヤの4。おお、縛りはないです。はい、読み上げてくださいね。イレブンバック。おー、イレブンバック、いいね。イレブンバック、はい。じゃあ、ハートの9。おー、いいね。スペードの4。はい、パス強い。お、ハートの3。おー、もうジョーカーしか出せませんね。きついな。どうしますか、ジョーカーの人大ですか。一応パスって言ってください。パス、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 パス。あ、もうしてる。私、親でございますか。はい、シンプルなハートの5。うん、いいね。褒められたいんだ。クローバーの7。はい、じゃあ、8切りで。あ、8切り。矢切り。はい。逃れました。はい。はい。じゃあ、4、2枚。あ、いいね。はい、5の2。はい。はい、急に。あパス。クイーンの2来た。おお、いいじゃん。13に。パス。パス。パスしてる。特にしてる。パス。はい、あれ？もうやられた。さあ、赤間さん。だる。7、2枚。7の2。やられた。10の2。11の2。おお。バックですよ。バックだ。バックですよ。6の2。うん。3の2。うわー、強い。強い。パスです。これはパスですよ。最強ですから。階段ではない、階段ですね。階段のバック。階段のバック、はい、階段のバック。パスです。やばい、パスです。ないって、お前が勝ったら褒める褒める褒めるないって。嘘。7、6、5いけますよね。強い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 恥ずかしい恥ずかしい。蜂蜜ですか今の。はい、雑魚カードがいっぱいある。ないの。うわ、パスだ。他にの組み合わせないのね。ないです、ないです。ダメだ。あ、
そして上がり、上がったパスです、パスです、パス出しましょう。出すんですね、行くんだ、行くんですね、これもうパスですよ、あなたです。うわぁ、やばい、待ちきりですよね、強いんだ、うごや、やばい、強いんだやばい、この二人がいや、あるか、お前たちのいいコメント。そんなこと言わずに、俺はたまにあったはずだいや、僕もあるでしょ、なんかかき揚げの二つなんかないぞなんてこと言うんですか、まだ勝負はついてない、待ってください。かき揚げに勝てたな、俺じいちゃん2です。うわぁっと、もうパスですね、ジョーカーの藤山行くか行かないかですね、はい、ジョーカーが見えてしまったんですよ、ね、ジョーカーがあるんだパスやったこれはトータルテンボスが待ち切り、まずいさあ、トータルテンボス対決パスしとこうかな、俺もパスで、ああジョーカーからだな、すごい数持ってる2人でこの辺からいこうか、おお強い、パス、パス、あれじゃない、パス、ええまだ、ただジョーカー持ってる、そうですね、だから何だろう、何かのタイミングが待ってるのかな、タイミングだな、はい、手札は見ないでおきましょう、我々66、なるほど、2枚が、あ、複数待ちだった、あるんだ、重々パス、おお、すごい勝負でした、え、そういうことか、2枚がないと予想、どういう使い方、やばい2枚がないと予想、すごい作勝ちだ、パスや、いや、ただ天ぷらの誹謗中傷、パスや、2個は、うん、はい、よいしょ、やられたよ、うんこみたいなね、似合ったのに、いや、リーガでもジョーカー来ると思ってたから、でも出させてもよかったのか、かき揚げから俺は2つ誹謗中傷を言われ、はい、俺はかき揚げの褒めたたえるコメント2つ、はい、ないないじゃないですよ、だから符号は、あ、私です、ね、忍びさん、はい、貧民が藤山さん、はい、藤山さんから忍びさんへの褒めたたえられているコメントを1つ読み上げてあげてください。藤山誕生日ドッキリを、おう、忍びの誕生日を祝ってるやつですね、あ、はいはい、祝ってると思いつつ、ね、はい、はいはいはい、そんなにやっぱあんま忍びさんっていうのも見つけづらかったですね、いや、まあ、まさかの忍びとかき揚げという、はい、アンチが多い人が勝ってしまったという、はい、コーヒー冷めたさんから、はい、歌う側から祝われる側になった時の忍びさんの表情おもろい歌う側から自分が歌ってて一緒にね、あの時はみんなで藤山を祝ってると見せかけてたから歌ってて、お前もだから自分に来るとは分かってるけど、一緒に一応ね、藤山を引っ掛けるために歌ってて、で急に「ハッピーバースデーディア」で藤山的には「藤山」って来ると思ってるところをみんなで「忍び」って言った時のその顔ですね、そう、あのなんか混乱してます、はい、混乱してます、たぶんおもろいね、そのコメントによって見たくなるし、あー、ぜひね、ご覧いただき、俺も後で見よう、何回やる子なんだよね、何回やってる子なんだよ、確かに、確かに、大事、野面よりは全然、なんかこう、アクションを起こすって大事だからね、さあ、続いては、大富豪さん、はい、かき揚げさんですよね、僕です、ちょっと難航しました、あったんですか、いや、あるでしょ、そりゃあるでしょ、そりゃにすらなんかイラッとしましたけど、いや、やめてくださいそれはあるでしょって言わせてください、ここでは囲碁将棋根建を引っ掛けた時のいたずらですよね、僕がいて、太一がいて、かき揚げがいて、はい、はいはい、並びそうでしたね、急急に詰まってる状態で、まあ、俺がトイレに立つと向こう側に行こうとするんだけど、こっちには袴がいて、はい、ダメだ、もう面倒くせえ、出ちゃうで、振り返って反転して太一に引っ掛けるときに、太一は逃げようとしてた、それをかき揚げがブロックしてたんですよ、そこをやっぱり見つけたコメントの人がね、文太さん、かき揚げもしっかり被害受けながらも根建が逃げないように必死に抑えるのが愛くるしい爆笑、ああ、嬉しい、褒められてることがないでしょ、そんな言い方もあれですね、え、ありがとうございます、見てくれてる人は見てくれてたね、いや嬉しいです、そう、次がなんじゃもんじゃ会、あ、はいはいはい、あったでしょ、
あれはやっぱ難癖ばっかつけてたじゃないですか、はい。それに対しての書き上げのことに対するコメントを、オーティーさん、うん、書き上げ今日最高にいい味出してる、うん、天ぷらの難癖にブチ切れてて立ち向かうのが良かった、うん、ありましたね一回 あれはそれは許さないそれはもうさすがにそれは天ぷら感も許さないっていうあれは良かったと思うちょっと気持ちよかったもん俺も、はい、気持ちよかった言われてあれいいと思いますね本気で来てたから暑さが伝わったよね。そうですね。お前はもういい加減してくれと。もういい。もう出ちゃいたくないっていう気持ちもありました。もういい加減にしてくれよと。ふざけんなよっていうのが出てた。めちゃめちゃ満面の笑みじゃないですか。嬉しそうお前。嬉しいですね。マスクであれですけど。少ないけど。ありがとうございます。見てくれてる人はいるよって。ありがとうございます。ね。嬉しいです。さあ続いてはじゃあ我々ですか。誹謗中傷の方ですね。まず貧民の藤山に対して、はい、しのぶさん、富豪の私が誹謗中傷一つ、カレーうどん選手権やったんですか。ああ、はいはい、はい、ちょっと前だね、はい、ちょっと前です、はい、T シャツにいっぱいそのカレーのね汁がついた数つけないと勝つ、独自のバーを作ってね、はい、ここ以上下げちゃいけないとか、はい、作ってズルズルやって白い T シャツにどれだけ、はい、汚さないように、やるかのあの企画ですね、はい、天ぷらさんと、うん、私しのびが挑戦した時に、はい、数える係が藤山さんだったんですよね、はいはいはい、そうでしたね、そうですね、そうです、ジャッジがそうでした、ちょっとその時の、まあ、あのについてのコメントがありましたので、はい、読ませていただきます、はい、藤田点数数える時はちょっとはカメラ考えようよ素人なのこれはラピンさんですね、それはどういうことか、要は被ってたのかな、はい、ちょっと画像をこちらで見せますがこのようになってるんですね、ちょっとあの分かりづらいですが、あのカメラがこういう風に、そう、胸の前から撮ってるのに、うん、でアップで撮ってこう点を数えてるのに、うん、彼の手がもうそのここを撮りたいのに手が入ってるからアップにできないっていういやこうすれば分かるのにこうしちゃってるから自分が数える感じで言っちゃってるのを、うん、自分がカメラだと思っちゃってるから、ね、なのか、はい、撮れてると思い込まれているのか、でもすごい楽しそうにやられてこれコメントがね返信されてて、はい、それは読んでも大丈夫ですか、そのこの、いいんじゃないですか、この誹謗中傷に、あ、その誹謗中傷に対しての誰かしらの返信がある、はい、砂犬さん、はい、ほんまにクソポンコツや2本なしてるんですけど、この誹謗中傷にこの乗った人がまたいらっしゃってで、その砂犬さんにダフィーさんが返信してるんですね、あ、さらに、はい、大村さんにおんぶに抱っこで単品の面白さはかき揚げと大差ないくせにお笑い分かってますみたいなこと言うのマジで寒いよな、3つ呼ばれてる、引っ掛けられてるだけだし、そのリアクションもかき揚げの方が面白い、かき揚げさんと呼べ、マジでクソいい、めちゃくちゃ長い、ね、最後、はい、っていうそのいや、よくね、結果に3つ呼ばれてますよ結果に僕は枝分かれちゃう、そうです、結果その3つなかったんですけどいや、よくだから、はい、もう一人だと何もできねえとか、はい、あのポンコツだとかって書いてる人いるんですけど、はい、俺、その人たちに対して言いたいことが1個あるんですよ、すぐ喧嘩するんですよ、もしかしてこれはもう、土星論だと思うんですけど、はいはい、一人でやったら全然面白くないし、大村にの面白さがでお前は持ってるだけだってよく言われてますね、はい、だから組んでんだよっていう100も承知だと受け入れてると、はい、このおもろいやつと俺は組んでるんだよと100も承知じゃないですかはいはい、はい、自分で全然大したことないと思ってるからおもろいやつ組んでるから何が悪いんだと俺ピン芸人になった子は言われてもしねいたしかたないですよ、ピンで何もできないって言われたらこう反省の余地があるけどダメだから、分かってるから、だから組んでるんですよ何を言っとんだって、俺いやいや、まあ、本当にね、持つ持たれつですからね、こいつらは、そうね、何を言うとんだ、こいつらはって俺、毎回思います、まあ、だから組んでんですよってはっきり言わないと思うんですけど、死体も下がったみたいです死体も下がったみたいです、おもろくないって思われても仕方ない、だから俺は一人では何もできなかったんだけど受け入れてるようで、ぶち切れてますこれ話してるようで、下がってますからそりゃそうだ、バカかお前こっちはよ二度とこんなコメントするんだもうやめてください絶対怒ってるゲームですからね続いて大秘密だった私の2つ隣人の会です、おお隣人の会の、はいはいはい、
タルゴンさん、隣人っていうね、みんなで見てない方もいると思いますけど、藤山が昔やってたね、アルミホイルで、はい、ちっちゃい人のフィギュアみたいに作って、なんか展示してたっていう遊びを切り取ってね、アルミホイルアートです、みんなで作って、相撲やったってあの回ね。そうです、はい、その銀人の回で、最近ハルク君テレビ見なくて寂しい、受験だから仕方ないけど受験終わったらいっぱい見たい、まあ要はそこちょっと間接的な感じじゃないですか。そこもう相当なかったってことだよね。はい、一応その本当天ぷらとかが全然なくて、天ぷらがどうのこうのって俺なんかじゃなくて、お前まあ、そっちです。息子だからな、はい、息子さんを見たいからっていうのを、あ、まあ、天ぷら先に言って、ね、息子がいなきゃ何にもできないんだからなってこと。まあ、俺がいなきゃ何もできない、はいはい、俺は息子がいなきゃ何もできないそういうことですね。そういうことを言ってます、ハルゴン。なんとか罵声にしようとしてる。言ってないからね。ハルゴンさんはハルク君が見たいと。なるほど。だからじゃないっていうコメントだと。結果、だから才能が一番ないやつ、次にないやつ、一番あるのがハルク君。そういうことは才能があるのがハルク君。恥ずかしいよ。あともう一つ選ぶ、それこそ根立さんのいたずら会の時なんですけど、なんか言われてたか、あの時。いやもうちょっとこれは怒ってるんじゃないかな、多分そのちゃんとチャンネルのことを思ってくれてるっていうか、ホームラン打ちたいさん、ホームラン、おしっことうんこ好きすぎるやん。これはもうストレートに、あー、これしゃあないよ。でも大村呼びですし、まあ、ちょっとこれは呆れて、あの好きだしさ、絵文字とかも何もないんで、もう呆れちゃってる、こんなんでチャンネル大丈夫かっていうホームラン打ちたい、まあ、これでさ、でもさ広告つかなかったら確かにやってる意味がね、はいはい、あ、みんなにもこう還元できないわけだからなくなっちゃうけど、ついてたでしょ。一応だからこれいいと思うよ。いや、いいと思う、俺好きだし。いや、好きな笑いで広告つけたら最高じゃん。いや、うん、一回消されてんだよ、ちゃんと。急に消されてる、あんな時に来ちゃう、ボッキングの時に、あんな時に来ちゃないよ、死後じゃないから。いや、まあそうでしたね、ボッキだからね。確かにね、そういう意見あるね、さくらいなくなったからどうしたみたいな。多分ですけど、鷹が外れたように、外れましたね、うん、そのコメントって天ぷらさんに言ってると思うんで、新芸からね、はいはいはい、ちょっと確かにそれを嫌いな人もいるっていうのは分かるよね。分かる、分かる。それはもう覚悟でやってるもん。もうその人離れていく人は、その人たちは離れて仕方ねえ。そんな下ネタのコンビでもねえけど、面白いんだもんだって。下ネタのコンビじゃないというイメージは俺たちが頑張って隠してただけ。そもそもこういうことが好きでしょうがなかったよ。20年超えて一緒に作家も知らんかったよ。面白いんだよ、今日。面白い。真面目な人もすごいいるよね、だからね、はい、うん、すごく真面目なことありがたいんですけど、はい、あの基本的にすげえ不真面目なことやってるから、はい、まあね、真面目な視線でこう言われてもなってなるよね。そうそうそう、うん、まあでも、ね、真面目な動画やってみるのもいいかも。一回じゃあ真面目な動画やったらすげえクソつまんねんって叩かれまくると思うんだけど。、うん、楽しくしりとりをするだけの動画。そうそうそう。下ネタアウトでね、うん、模索しながらね、はい、やっていきましょうよ、はい、まだまだこういうコメントはね、随時こうやって拾っていきますから、はい、ぜひこれからもね、褒めるコメント、誹謗中傷コメント、それぞれにね、はい、感じたこと全部送っててください、はい、よろしくお願いしますということで、また来週、さよなら。さよなら。You